すごいね。本当にいっぱいに綺麗。ここ立てます。まあこのぐらい、このぐらい取れば少しぐらいは入ってるもん、はい。売ってるのにもこれがあるんだっけな。はい、どこでよ。普通は山にあるんだよ、こう、はい、こんなとこで。こう上がったり降りたりして取るんだよ、一本ずつ、うん、それはトミさんのうちの田んぼだったらさ、はい、あればたくさんだけど、はい、あとあの3日後で、ね、5日もしてくれば、うん、まだ出るんで、5日しなくても3日ぐらいでもね、取りました。こんなな、ネビもな、すごいね。わらび、毎年行きますか、うん、おかわは言いがなくても、うん、ひろみさんがガスを配達して、はい、あのこうしてあそこに運があって、冬ためにね、そうそうそう、冬もいつでもいいの、うん、干しとけば悪くならない、してね、はい、うん、そうすればそれを出して、冬ずら、まあいつでもいいけどね、はい、冬に何もない時、うん、けんちんすればこれ美味しいんだよ、けんちんやってますね、うん、すごい、おひたしが、うん、けどそのままは干しますか、切ってますか、ちっちゃいここぐらい切ってますか、あ、干しないでそのまま干してみる、あ、切ってもはいいべな、うん、いやー楽しかった、いいね、はあ、キクちゃんはねだべ、この時間はね、一人だから、はあ、寝るんでね、そうだね、楽しかった、今度はキクちゃん絶対今朝来て泊まっていくべしねってば、うん、今日じゃなく後でって言ったが、長々泊まるって言えば、この部屋だって部屋がいっぱいし、うん、何ね、ただ寝たらさ、うん、遅くまで飲んでて、うん、そうすると寝るでいいですか、そうですね、ねえ誰さも心血化してねえんだもん、うん、そうですね、私だけ、うん、わあすごい、一番の友達だよ、どうかしら、キクちゃん言ってよ、森さん僕よ、いつか私が、うん、森さんとたったの二人の時があったんだな、うん、早坂さん行ったったのかな、うん、もう字書ってきてったのそうだな、うん、早坂公園さ、なんで行ったったか、最初の頃だよ、うんうん、そしてそのキクちゃんさ行ったいって言ってば、うん、キクちゃんが橋越えて橋の上にだったもの、うんうん、そう言ってあら、キクちゃんしばらくって森さんを紹介したの、うん、友達です、友達って名前は知ってらったら、もうほら教えてらったからね、うんうん、そしたっけ橋の上で何が、もうキクちゃんと上がる人だから、うん、話こう限りラッキーもの森さんさ
うん、畠山さんも本気になって、うん、近所の友達らに持って、うん、そうして、うん、あの2回目の土器が愛さんで、はい、近ちゃんおさんの馴染みで、うん、森さん森さんっていう、うん、一番の友達だよったっけ一番は僕だよなんだと笑いしたらとんちが回ることぼちろいけど本当に今は一番ね友達、うん、毎日よく座ってます畑はね。でしょ、行ってる、うん、行ってるべ、うん、俺ここから見えないからね、うんうん、俺夕方にお散歩して、うんうん、昼間は森さんだけでなんかいっぺんの川村かねさんがどうも行って